君ですか？そんなところにいないで入ってきてください。いらっしゃいませ。今日はしっかりとおもてなしする準備はできています。いえ、その必要はありません。私は望んでこの状態になっているのですから。私もこの状態を見られるのは恥ずかしいですが、我が君に喜んでいただきたく思いまして。前に肩の力を抜いた方がいいと言われたので、こちらの方が話しやすいかなと。やっぱりこの私は嫌ですか？何をですか？それはそうかもしれません。我が君、私はどうすればいいんです？だ、だからそうじゃありま、ない。我が君はどちらがいいのか聞いているのだ。黙れ我が君、今日こそはっきりさせてもらう。その、かわいいと言ったのは今の私か、いつも通りの私かだ。選べないだと？かわいいと言いながら元に戻れと言ったり、元に戻ったら肩の力を抜けだと？ああ許せ、この優柔不断が。指導不覚悟で切り捨ててやる。そこへ直れ。私の覚悟を不意にして答えを出すまで返してやらんぞ。